新須崎ジャンクションは、愛知県名古屋市中村区名駅南にある、名古屋高速都心環状線、名古屋高速2号東山線、名古屋高速5号万馬線が接続するジャンクションである。2号東山線と5号万馬線が、東西方向に本線上で直通し、南北方向の都心環状線と5号万馬線との間の連絡路が設置されている構造である。 東 JCT では2号東山線と都心環状線との間の連絡路がないため、この2路線間の連絡は丸田町ジャンクションを利用する必要がある。都心環状線が時計回り一方通行の関係で、専門寺方面から3号、大高線方面及び4号東海線方面へ行くには東 JCT から都心環状線を経由する必要がある。なお、5号、 マンバ線から都心環状線と3号、大高線及び4号東海線へは東 j c t を持って最後の連絡となる。名古屋市道、広井町線に接続する新須崎出入り口の設置が2027年度の完成を目指して事業中である。2号東山線の下を通る若宮台通の起点、新須崎橋がジャンクション直下。 名駅南三丁目交差点の東隣にある。ありがとうございます。